イベントある時なんかは割とお忙しいんじゃないですか。あの小学校のね、至る小学校の5年生とかが、うん、あのそういうあのお店をしよう時には、うん、あの広島焼きとかあのポテトをずっと出さして売ってもらってたんです、うん、今のところちょっとイベントここしてないんで、はいはい、一時ここ来た当時の時はまだちょっとあの別にあの夏にはお祭りとかよそで会った時は行ってたんですけどね、ポテトでね、あの、はい、広島焼きでポテトはちょっとできなかったんで、はい、そう言うてる間に出来上がりましたね。これで出来上がりました。美味しそうな、これがこれで上がりました。これにあとソースおたふくかけますので、おたふく、はい、あの上にかけるは全部おたふくなってるんです。広島のおたふくソースかけてます。ソース塗ります。はい、出来上がりました。お召し上がりくださいませ。